じゃあ帰るか。ちょっと来た道と逆回りに帰っていこうと思います。詰まるところ、こっちね、こっちこっちで、一応もう一回なんだっけ、砦も一回ちょっと見てみようかな。先には行かないにせよね、誰かいるかもしれない。また砦で揉めてるやつが誰かいるかもしれない。さあ来い。お任せ。レンズよ。よよよよよ。みんなやったぞ。正義の大勝利ね。誰もいない、誰もいないからいっか。じゃあメグじゃなくて、なんだっけ、ユミなんだっけ、ユメちゃんのおばあちゃんに一応会いに行って、ユメちゃん来たかいって言って、この辺にいたっけ、なんか下の方にいたような気がするんだけど、この子、この人、この人、ヤホー。話は夢に聞きました。心配ですけど、なあなたや頼りになるお友達もいるそうですね。そうなん、そうなん。どうかあの子をお願いします。はいはい、わかりました。よし、じゃあ行こう。それで次に暴眼のおっさんとこ行って、ちゃんとクエストこなせてるかな、心配なんだけど、マジで。倒せてないぞって言われたりさ。それで帰りましょう、エルティスワイスへ。いざ勝負。レンズよ。で、仲間増えたからさ、ほらよ。まあ私ね、この3人はちょっと一応入れとこうかなと思うんだよね。まあ主人公とリアンとガオーね。で、あとまあフランチェスカも一応ちょっとしばらく入れときたいんだけど、メロールとユーゴをまあいろんな人にしてみよっかな。コンボがあるね、感じ人がいたら。またそれもさ、こっちじゃなかったっけ。いた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 、倒したぜ。お、もう行ってきたのか。うん、お、よかった。それはどこで確認できるんだ、我らのさ、どこで確認できるか教えてくれ。ワイルドボアは気性が荒いってのに大した腕前じゃないか。ええ、ええ、じゃあまあその前にちょっと話をさせてくれよ。いいよ、まあ聞く時間ならいくらでもあるからよ。子供？子供いるの？彼には。あ、そういうこと？この村の子供たちが好きなんだ。本当の父親じゃないけどってこと？父親の気分っていうのかな、うんうん。成長していく姿を眺めるのが好きでさ。うんうん。子供も一緒に行こうよ。子供たちはゆっくりゆっくりだけど。ってわけにはいかないよね。それこそ確実に成長する。子供にもそれぞれご両親がいるのにさ。そんなわけにはいかないよ。でも匂いがするんだ。これから何かが起こるってな。その漁師の鼻でね、わかるんだね。ここ最近遠くの風が運んできたんだ。嗅ぎ間違いだったらよかったんだが、あんたが来てから確信に変わったよ。それがいずれこの村への脅威にもなる。それが子供たちを傷つけるかもしれないなら、あんたに協力することにするさ。やった。よかったよかった。平和を愛する漁師。背中が見えている。
ああ、よろしく頼む。よし、じゃあ帰るか。仲間いっぱい集めたぜって言いに行こう。ドヤ顔で。あ、そうだ、卵、ここだったっけ？違うわ。村だか上だ。卵があったかなかったか。ちょっともう一回見てっていいですか？さっき思い出せればよかったのに。まあそんなに遠くないもんね。地図で見るとすごい遠そうだけど、そんなに遠くはないから、ちょっとね、卵があったかどうかだけ見させてください。で、また値段変わってるかもしれないしな。そうだ、交易で稼いで、その武器代、武器の、鍛える代金にするっていうのが、大体、減衰のセオリーだね。あ、やっぱ変わってるね。97、98、96、97、98。だって売るで卵ある？ないな。卵なんなんだろう。あれかな、もう材料かな、料理の。あ、シルク上がってるじゃん。シルクなんて持ってたっけ。あ、買ったんださっき。うん、いや、ありがとう。料理でした多分。ちょっとアイテム預けてこうかな。あんまりまだカバンが容量がそんなにないっぽいよね。アイテムってどこで見れんだ。あ、これか。ほら、もう半分入ってるもんね。あ、これはまた別なんだ、袋が。これはまあ関係ないってことだね。ここら辺はさ、しまっていくか。まああとはつけれるものはつけていこうかな。あ、でスカーフは売ればいいしね。よしよし、帰ろう。カバンもレベルとか書いてあったから、レベルがアップすれば容量が多分アップするんでしょう。早くアップしたいな。カバンはちょっと容量アップしないとどうしようもなさそうだな。あ、見えた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 。あー、やっと帰ってきた。覚悟しなよ。レンズよ。よし、はい、みんなやったぞ。みんなやったぞ。刀のサビにもなれしね。ロールもな。なんかいっぱいルーンつけれるのは魅力だから入れといてもいいんだけど、魔法がなかなか使いづらいは使いづらいよね。お任せで MP という概念がある限り。帰ってきたぜ。あそこのさ、あの怪しげなさ、鑑定所はあったか前から。怪しげなちょっと酒場だけ一回見てていい？なんかあそこ怪しいんだよな。あそこに遊具いたじゃん。で、ああいう感じで、いそうな気もするんだよね。私の減衰の勘によると。まあ、つどつど見てった方がいいと思うんだよね。こういうところをね。何にもなきゃないでいい。あ、で、あとそうだ。ない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 。武器を鍛えていこう。あれ、控えの仲間の武器も鍛えれるのかな。そうじゃないといちいち変えてくるのめんどくさいよね。上げれるだけ上げたい武器は。そのためのお金といっても
いいぐらいだからね。アベゴマか。ルーンつけたりして、ここは道具屋か、ここ防具屋。ルーンはちょっとここ見てこっか。ここが品揃えが一番いいのかな。あのルーラー的な魔法もいつか使えるようになるのかな。魔法のルーンってあるかな。いいか。あとは武器を鍛えて、ユーミルのとこ行こう。今度どこ行けって言われるんだろうな。あの砦をやっぱ越えていけっていうのかな、それともまだ行ってないあのダンジョン行けっていうのかな。よし、武器鍛えや。あ、いないいないな。あ、なんか拠点ができてからなのかな。じゃあ、あ、めんどくさいな。しょうがない、武器鍛えや。拠点か、拠点を早く欲しいぜ。できなかったかな、それとも昔から。よし、ユーミルのとこ行こう。ユーミル、集めてきたぜ仲間を。よ、ちょっと一回さ、宿屋泊まったりしよっかな。あ、いた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 、この人、この人も仲間にしたい。このお姉さん、このお姉さんはガオーとコンボないのかな。お戻りかい。戻ってきたよ。ユーミルが人手が足りないとまたお前も仲間になってくれよ。そっちは偵察任務、北のね。あー、でもこの人だから軍の人だから入れないのか。北って、うん、帝国領か。嫌な匂いがする。命が惜しいなら早めに逃げ出すがいいさ。サビーネに偵察任務、うん、荒事になる可能性もあるってことかよ。仲間になんないね、あの人は。ここでさ、身支度で、はいはい、とりあえずこの主人公くんのこれに、これでいっか、今んとこ。で、あ、ここはみんなできる。ここであれがな、武器ができたらいいな、武器の、あれが。ゆめちゃん。ここは、あ、つけれるのあるわ。じゃこれ、はいはいはい。OK。 あ、これレア度なのか。なるほどなるほど、レア度なんだ。あとさ、預けよう、アイテム。こんな預けたらいいのかな。あ、売れますよってことか。なるほどなるほど。あー、どうしようかな。あー、どうしようかな。雫とかにしようかな、預けるの。この卵はちょっと今の段階でそんなに必要になると思えないから、これ預けとこう。
あ、持っとくか。価格変動しやすい。売るもできるんだここで。うん、持ってるやつか、自分の倉庫からは売れないんだね。で宿屋泊まって、お休みになる？でちょっとそのイベントをやってからセーブしたいと思いますね。どういうふうなこと言われるかちょっとよくわかんないから、いくよ。いっぱい集めたよ。想定される防備位置と予備人員、うん、備蓄も想定より増やして、うん、お嬢様の取り越し苦労ならいいが、うん、ユーミル、うん、ん、ああ、やっと戻りましたか。こちらは昼夜働き詰めなんですよ。まさか寄り道して遊んではいませんよね。もう頑張ってるってでは任務です。お怒りだ。うん、ガオ、うん、ああ、すまん、今一応ノアが隊長で。そうなんすよ、マジでそうなんすよ。すいません。小隊長代理くん、うん、ノアだ。うん、簡単に出たり入ったり、何も言わずに消えたりまた出戻ってきたり、そんな連中の名前を全部覚えておくなんて非効率なんですよ。非効率的なんですよ。そうだね、おっしゃる通りだね。では任務です。はい、エルティスワイスより西へ向かった場所にある、うん、うんうん、オルトフェルデンの村の周辺で、ね、うん、聞いた聞いた、族が出没するという訴えが来ている、うんうん、調査、ああ、可能なら排除を頼みますこういったことはあなた方のグループが最適だと思いますので。わかったよ。わかりました。わかりました。素直。わかってくれて嬉しいですよ。あ、ごめん、途中で切っちゃった。何よ、あんまりにも嫌味っぽくて。いい子ちゃん？いい子で悪いということはないです。わかりました。わかった。わかった。あ、編成ね。だから、やっぱこの3人は入れなきゃいけないんだ。ちょっとユーゴ外し、これどういうこと？これかける2って。準備はできてるよ。バフマフ。あ、そういうことなんだ。ごめん。ちょっとごめん。ゆめちゃん外していいか。ガオーは絶対入れなきゃなんねんだ。はーい。お留守番してます。で、メロール、あ、待ってね、だから、前衛に行けそうな、この子、どう？喧嘩キック喧嘩キックか。この人は光栄だよね、多分。まあ、どっちもかなんだ。でも遠距離だもんね。だから、このゆ、そっか、二人か。だからもう、ガオーが絶対後ろに行かなきゃいけないもんな。まあ、ちょっとゆめちゃん今度ね、じゃあね、レベル2。違う、待って、これは違うか。レベル6。じゃあ、ユウスケと。俺参上てかこのクロートにします。ちょうど風の知らせを感じたところだ。はい。はい、エミリー。よろしく、テルミナ。なんて、セーブ。ちょっと待って、あの武器を鍛えてからにしよう。セーブはどうしようかな。1時間半か、結構カットするんだよな多分。族のやつだけやってきちゃおっかな。1回セーブしてね、すぐ行けそうではあるもんな。イベントは長いかもしれないけど。おい、お疲れ。
作戦をさちょっと変えとこ。魔法スキルこれでか。やっぱりうん、これでいいや。 OK で、セーブしてちょっとその一個ね話を進めるために続をやっていきたいと思います。行くぜ。セーブ。また来てちょうだい。はい、タイトルに戻ります。ほい、行くよ。うん、うん、なんだ。よしよし、それじゃあ今度は続大事へ出発だ。いるね、ヤンキーいるね。まずは西のオルトフェルデンの村で調査だ。はい、よっしゃ行くか。お、ちゃんとある。行こうぜ。ちゃんとセリフがあるよ。最近さ、賊が出たって話よく聞くようになったよね。確かに多いな。どこかの戦いから流れてきたのか、どうも嫌な感じがするぜ。それで困っている人がいるならなんとかしないと。キラーン、オルトフェルデン、あ、この丸がついてるとこね、下の方か。はい、行こう。ちょっとどういう戦い方するのか楽しみだな、ミユウスケが。お、敵が出ない。あ、出た出た。お任せにしてみます。さあ来い。はい、メンチ切ってる。全然メンチ切っただけで終わってる。楽勝だ楽勝だ。いいないいな。ユウスケ、ユウスケ入れとこうかな。でもそういう風に言ってるともうどんどんねいいなっていうキャラが増えてきてね、結局なんかねもう始末に追えなくなってくるのよだんだん。本当にユウスケは早い段階で入ってくれてよかった。ヤホー。うん、さっき聞いたもんね。うん、ヤホー。そうだよね、さっき聞いたよね。あ、ここか。で、その左上のあの丸印がついてるお家へ行ってみたいと思います。焚き火してんじゃん。野営できそう。ドラゴンズドグマなら野営できる。はい、あ、村長。おや、あなた方はもしかして警備隊の。そうなんよ。早速来ていただけるとはありがたい、うん、あ、集会場みたいなことなのかな。の集めます。うん、頼んだ。警備隊の小隊長代理ノアです。うん、この辺りで賊が出没してると聞いてきたんだけど。うん、ありがたい。グリム枠のお嬢様に感謝せんと。うん、ああ、ここや近くの村を襲ってる奴がいるんだ。資料罠を壊されたりもしてる。困る。買い出しに出たのが襲われたりもしたんだ。プンプン。野菜畑を荒らしてた奴がいる。プンスカプンスカ。他の村でも行商人が襲われたらしい。左下のさ、洞窟かな、族のアジトは。それでどんな連中なんだ。このあのピンクの特攻服着てない。ヒゲ面の偉そうな奴。ヒゲ面の偉そうな奴。俺が見たのはフードをかぶった怪しげなやつだった。こんないろんなパターンがあるの。
なんかピンクの裾が長い服を着てたって目の前におるけど目の前におるけども、3人組でヒゲ面でピンクのフードどんなやつだ一部違うのが混じってると思う。左下の洞窟では西の方へ引き上げていったって話があるが、そっちには何もないはずだし。西か。うん。もしかして。マップ上にはあったぞ。何かあるのか。あるのか。昔ここから南西に行ったところに、うん、それそれ。古い坑道か何かの出口が見つかったことがあった。うん。子供が迷い込んだので、それは塞がれたんだが。ああ、なるほど。誰かがそれを見つけたのかもしれん。うん。行ってみる？他に手がかりとかは。キョロキョロ。うん。調べてみる価値はあるかもな。そうだね。無駄に終わったら？また別のとこ行けばいいじゃん。その場所は問題なかったってわかるのは価値がある。前向き。それでその行動の場所は、うん、マップ見たらわかる。うむ、塞いだ時に目当たり目印を作っておいた、それを教えよう。そこ行くか。途中で切ってもいいけどな。ありがとう。それじゃあ早速行ってみよう。うん、お願いします。ユウスケの攻撃が見たい。警備隊の皆さんいいよ。ユウスケの攻撃してる姿が見たいからちょっと一回行ってみて、まあ時間的にはそろそろかなって感じがしてるんで、まあついて、あのセーブポイントがあったらそこまでにしようかな。うん、まあやっぱそうだね、すぐ着くよ多分これ。もうすぐだよ、あっちゅうまでよ。もあれじゃん、もう見えたあるやん、見えたあるやん、これほら廃校。しっかり決まっとけよ開ける900ばっか。おお、え、これどっか、あ、イベントか。ここが村長が言ってた場所か。うん、何でも目印があるって聞いた。あの岩か。あら、あちらは。あちら、あ、この3人組。やりましたね、コゲン将軍。コゲン今日はついてる、ラッキー。鶏料理だ、飲めばいいかな。なんか癖強いの来たコゲン俺様のこいつら族ってもう一人なんか学者みたいにいるけど。さすがです、コゲン将軍。俺は一生コゲン将軍についていきますよ。ヒゲ面だしな、3人組だしな。フードは、フードこいつか。獲物がかかった罠を見つけただけさあ我が城に凱旋だ。あ、やっぱこいつらなのか。こいつらも仲間になるのかな。開けごま。あ、あ、おー、すごい。ねえ、あれ、怪しい奴らだけど。怪しい奴らだけど入っていきましたね。とにかく後を追ってみようよ。だなす。どうしようかな。一回まあセーブするじゃん。この坑道今は使われてないのかな。かつてはこの坑道で良質な鉱石が取れると賑わっていたそうだが、ねえねえ、じゃあ今でもお宝鉱石見つかったりするのかな。どうだかな。それよりもモンスターに気をつけた方がいい。セーブ。はい。
ょっと一回ね、あ、ちょっと一回本当ユウスケがどんな戦い方するのか見たいから、もう一回。ベル6だからな。あー、え、イベントか。トロッコだ。このトロッコ動かせそうか。うん。ふむふむ、いい考えだよノア君。これさ、乗ってったら戻ってこれないね。戻ってこれねえな。あ、動かせた。あ、え、どういうこと？これこのまま前に進むしかないのかな。まあ、いっか。え、どういうこと？もっと勢いつけていかなきゃいけないのかな。行くぜ。どりゃー、ダメだ。そういうことか。どういうことだ。引っ張るしかない。動かして邪魔じゃないとこにこう置いて、でもこれ置けないんだよな。どうしたらいいんだろう。あ、敵が出た。え、どうしたらいいんだろういきなり積んだんだけど。行くぜ。任せ。ちょっと戦いを見せてくれ、ユースケよ。あ、レベル6だからな、でも。ユースケ。そらそら。あ、ほらよ。あ、ミス。ユースケミス。楽勝。大丈夫か。黒とが受けたのか。黒とキラキラしてる。ミスか。当てられなかったか。あ、一回一回埋まればいける。あ、いけたいけた。よしよしよし。ん？ここにもある。これも乗れるんだ。乗れるっていうか、パズル要素ありな感じだね。さて、覚悟しなよ。あたーあたー。なんかよくわかんない形状のモンスターが多い。あ、痛い。どれ。お、キックが当たった。弱い。回復要因より弱い。ふわっ。こんなもんか。大丈夫かな。俺はビッグレベル上がった。レベル上がった。男だぜ。そう、あのレベル低いうちはね、結構あの経験値が多くもらえるから、レベルは上がりやすいは上がりやすいんだよね。レベル上がってどうなるかだな。までやるかな。あ、あそこにあるね、セーブポイントが。あれセーブポイントだよね、多分ね。石材7、そこまでにしようかな。ちょっと全然探索足りてないとは思うんだけど。あ、これもしかしていけない。ここにセーブポイントあるよね。通れない。通れないね。こっち側からじゃ動かせんだ。うんうんうん、なるほど。他を探してみよう。そうだね。
パズル要素ありだね。知恵が試されるぜ。それか戻って、一回戻ってセーブでもいいな。ちょっといい時間にはなってきたので。行くぜ、レンズよ。そらそら、どれどれ。また一つ成長しました。レベルが上がったね。ありがとうございます。あ、コンボってないのかな。コンボ。ステータスか。ステータスだったな。ない。ないです。じゃあこの主人公とリャン先輩だけか。一回じゃあちょっと戻りますね。戻れるかな。こっちじゃなくて、こうで。これだってさ、行ったってしょうがないよね。行ったってくればいいってことかな。あ、なんか違うとこ来てない私。あ、そうでもないか。結構入り組んでる中が。これはもう次回にしましょう。戦闘はなるべく避けたいのですが。えい、タフト。ほらよ、ほらよ、ほらよ。痛い。あ、このこの列ヤンキーだ。ヤンキーばっかりこの列。アタアタセイヤ。オーラを身にまとっているユウスケが。こんなもんか。メンチ切っとる。俺はビッグになる伝説の男だぜ。そうだね、知ってる知ってる。こう言ってから、あ、石材、これも拠点とかでなんか使うのかな。どうしよう、戻ってこれない、戻ってこれない。いつまで引っ張って。よかったよかった、戻ってこれた。ここにあったよね、あったあった。よし、じゃあここでちょっとセーブしてね、今日は終わりたいと思います。はいはい、廃校を持っていこう。うーん、まっすぐ行ってみよっかな。行き止まりって行く必要あんのかな。まあとりあえずね、思う存分やっていきたいと思います。よいしょ、ここ行くでしょ。これいけんのかな。あ、いけた。いけたーし、やったー。トパーズのリング。トパーズのリングは、買おう。あ、防御力？あー、いいじゃん。ねえ、いいじゃないか。で、この右側も行ってみよう。さーて、覚悟しなよ。はい、レンズよ。よっしゃよっしゃ、いただけだ。お、クリティカル、ユウスケクリティカルが楽勝。
いいな。確かに戦闘のさあ、こっち行ける、あ、いけるいける、これもちょっとで、あ、あるじゃん宝箱。戦闘のスピードがね、もうちょっと速くなればいいなと思うな。これ大丈夫、いけるかなりかなり辛いんだけど、あ、ここまでか、ここまで、絶対いけないじゃん。じゃあ押していくしかないか。ここで行ったらいけないよね。いけないね。ここら辺いけないか。あ、だからこうしといて、どっか別のとこから来ればいいのか。なるほど。そうだね、回ってくりゃいいんだ。パズルゲーですね。私結構苦手。下行ってないような気がする。ちょっと下見てみますね。下の通路、さあ行くよ。はい、レンズよ。お、1しか食らわない。硬くなった。おれ、こんなもんさ。うん、またレベル上がりそうだな。レベルカンストいくつだろうな。99とかかな。下見てみますね。下なんかあるのかな。これもパズルでこっちから行けばいいじゃんっていう。なんか今ここなんかトゥルって光ったんだけど、いうことだよね多分ね。戦闘はなるべく避けたいのですが。はい、レイカッ。よしよしよしよ。にもならんな。おい、まだ戦闘とね、あの労働どうするかを編集でどうしようかなっていうのを決めかねてるんですけど、なんか労働の時もベラベラ喋っちゃうからさ、だからカットすんのも、あ、ルーン、これあの子にメロールにつけてあげたやつだ。じゃあここまでは見た。あそこのなんか水色の丸が、あ、そっか、あのさっきのとこ右端まで行ってみればよかった。すごいうろうろしてんな。さて覚悟しなよ。はい、よよよよよよ。そらそら、どれ、これで終わり、楽勝。もうちょっとで上がりそう。この右の、あの下の右のね、マジックいきたいと思います。ダンジョンとかのさ、やっぱ同じ敵が連続で出てくるみたいなのはカットしてもいいかもな。あんまそういう時にベラベラ喋んないようにするべな。復活してる。どっちからでもいいね。じゃあ上から行くか。ぶっちぎってくんでよろしく。よろしく。はいはい。
いて、あ、16も食らった。死んどけ、死んどけや、マジで楽勝だ。結構食らってたけど、あ、46か。ちょっと回復するか。そうだな、フランチェスカちゃんに回復してもらおう。回復回復、魔法、ここ見た？あ、見てなかったね、やっぱり。あ、おっかね、おっかね。じゃあここのね、左の部分はもう来ました。あの緑のラインは何なんだろう。まあ行ってみるか。でもさ、この時喋んないようにしようとかさ思うとさ、余計なんか喋っちゃったりすんだよね。行くぜ。レンズや。そらそら。どっせい。ほらよ。どっせい。だく空見たことが。結構いろんなこと言ってくれんな。あ、そういうのがあるとな、なんか残したくなっちゃうな。だからさ、一律全部カットの方は、カットだったら楽なんだけど、ここは面白いから残そうとかっていう風になるとちょっとめんどくさいんだよね。で、自分がなんかベラベラ喋ってることも、まあ、適当なこと言ってるからカットでいいんだけどさ、全部残すとさすがにちょっと長い気はするな。なんか細い道があるな。これ行けなかったんだっけ。あ、行けなかったとこだ。あ、そうだそうだ。で、そこで諦めて、あそこにセーブポイントあるなって言ってたけど、行けねえから諦めて入り口に戻ったんだ。よしよしよし。そうだそうだ。レンズや。どこか。どれ。痛い。クリティカルなのに1しか食らわなかった。トパーズのリングの効果が。これで勝ちだ。だくそら。レンズの効果見てないな。失礼しました。一回見てみようかな、レンズのやつ。お任せにしなければね、まあ見れますよね、多分。だからここに行きたいんだけど、これがあるから行けなくって、だからその先に行けばいいってことか。はい。ん？こっちか。重い、重いよ。ガタガタすんな。あ？岩だ。岩がある。この大岩は動かすのは無理か。動かせねえだろ、どう見て。ガオなら。でもガオなら。壊せないかな。あ、ガオとリアンで。何かぶつけてやれ。あ、なるほど。じゃあさっきの、ごめんねガオ。せっかくのガオの演技を飛ばしてしまった。さっきのトロッコを勢いよくぶつけるのかな。ぶっちぎってくんで、よろしく。よろしく。よよよよよ。そらそら。隙だらけだ。SP が溜まるとクリティカル出やすいとかあんの。ちょっとよくわかんないな。あ、今食らってたな。 HP は
あーちょっと食らったね。また矢の際が良くなったぜ。レベル上がった、レベル上がったな。よしやってみよう。ここもうこいつを行け、走れ一年、走れ一年、ダッシュ、痛い。これはこのまま、ああ、目が大なり小なりみたいになってる。で左に行ったら元に元のと、あそこのセーブポイントに戻れるよってことかな。お、なんだここか、階層が違うのか。うわー広いな、これすごい広くない。あ、そうこんな広いとは。ダンジョン、これ一回戻ったりしてメンバー変えたらいいかな。だってなんかこの組だけみんな上がっちゃうよ。全然いいんだけど、それでもなんもない、見えない。これ上に上がれたりしないのかな、もう綱でいけないのか、ここもいけないのか。あ、敵が変わるかな。行くぜ。あ、なんか若干変わった気がする、敵が。よいしょ、よいしょ、どれ。そこだ。あ、そういえば食らってたな、大丈夫かな。よいしょ、よいしょ、大丈夫かな。これで勝つだ。ったく、空見たことが。あ、失礼しました。また一つ成長しました。丈夫っぽいな。ありがとうございます。もうちょっと様子見よう。上がまたあるのかな、どっかから上登ってまた戻ってくるとか。結構入り組んでるよねこれ。すごい、ここだけなんか特に入り組んでない。あー登れる。あー宝箱あるね。ちょっとまずさっきのとこ戻ってみよう。まあもう一個上あるじゃん。どういうことだよ。もう一個上行って、あの宝箱か、宝箱ぐらいかなお目当ては。さあ行くよ。はいはいはい、レンズよ。そらそら、食らいやがれ。そこだ。スタンがいいね、スタンありがたいね。せいや、余計なダメージ食らわないから助かる。あ、結構レベル上がっちゃうよね、ほんとね。伝説の男。え、いいんだけどさ、なんだっけ、もう一人のゆめちゃんもあげたいな。あ、もう一個あるな、宝箱。あそこにもあるな。あれ、見逃しちゃうよ。あたしでなきゃ。こう言って、こっちにもあったんだよ。ほれほれ。900ばっか。まだ上ない、これ。あそこのはしごからも、なんかはしごっていうか、端からも行けるね。でも手前側にさ、いい宝箱があったね。さあ、来い。レンズよ。よっよっよっ。ほらよ。ほら。あ、痛い。これは痛いかもしれない。してくれば。やった。よっしゃ。するまでもない感じ。みんな、やったぞ。やったぞ。生きてるか。空見たことが。25だね。うん、じゃあちょっと回復しよう。どうしようかな。ロード画面だけでもいいけどな。間違えた。こっち。
MP ってさ、レベルアップするとその分は回復するのかな。その全回復はしないけど、登ってきたところだね。あ、こっちの橋は壊れてんのか。こっちからしか行けないってことか。見えない。なんか酔いそうになるよ。あったー。月崩しのルーン。なんだそれは。ここはもうあとは終わりかな。向こう側になんか行けそうだな。見えないし酔いそう。さあ行くよ。えい。よよよよよ。こいつは痛いぞ。どれ。クリティカルすると。コントローラーに振動が来るね。ビビビ。あ、向こうのクリティカルも振動が来る。えいやっ。さあ、どう？みんな、やったぞ。楽勝だ。楽勝で。一回帰ってもな、途中から再開ってできないもんな、多分。なんかまあ、一ダンジョンは。1グループでなんとか攻略するしかないな。あ、見えねえ。内側から行けそう。あ、行った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 。あ、誰かいる。え、誰かいない。誰かいるよね。誰かいる。誰かいる。こっちになんかあんのかな。あ、戻ってきただけだった。ここから下に降りると。ぶっちぎってくんで、よろしく。よろしく。えい。よよよよよ。狙い撃ちだ。いいね。隙だらけだ。あ、いいね。ほらよ。クリティカルいいね。あ。なんか撃ってくる。やめてー。あー痛いねーこれ。あーやめてー。せいや。初めて黒った。こんなもんさ。土魔法かね今の。大丈夫？あー黒と。一人一人成長しました。ありがとうございます。あ、またちょっとね MP 回復したから、じゃあ黒と回復しとくか。間違えた。はい。この D ってなんだろう。 D ってなんだろう。 D って書いてない。盾ディフェンスってこと。分からん。あの人気になる。こっち側から来れんのかな。あ、来れそうだね。ちょっとまず宝箱ね。誰？